ワイオミング州は、アメリカ合衆国西部の山岳地域にある州。州都は、シャヤン市である。陸地面積は、全米50州の中で、第10位であるが、人口は563,626人と、全米50州の中で最も少なく、州都シャヤンからわずか 160km 南にある、コロラド州の州都デンバーを含む全米の31都市よりも最も少ない。人口密度は2人、平方キロメートルで、全米50州の中では、アラスカ州に次いで2番目に低い。ワイオミングとは、アルゴンキンゴ族インディアンの言葉で、大平原を意味し、州の東側3分の1は、ハイプレーンズと呼ばれ、広大なグレートプレーンズの西部にあたる標高の高い、平原地帯が広がっている。西側3分の2は、ロッキー山脈東部の山岳地帯と丘陵の牧草地帯である。州の愛称は、平等の州、カウボーイ州である。現在のワイオミング州の地域には、昔からいくつかのインディアン部族が住んでいた。白人探検家がこの地域に入って遭遇したのは、クロー族、アラパホ族、ラコタ族、少々に遺族などだった。現在の州南西部は、スペイン帝国の領土となり、後には、メキシコのアルタカリフォルニアの一部となった。米墨戦争が終結した1848年、アメリカ合衆国がこれらの地域をメキシコから譲り受けた。18世紀後半には、ケベックやモントリオールから、フランス系カナダ人の罠猟師が入り込み、テトン、ララミーなどフランス語を語源とする地名を残した。19世紀に入って、ルイス・クラーク探検隊がこの地域に入ったが、この隊もフランス系カナダ人のトゥーサン・シャルボノーやその若い少々人族の妻坂川ウィアがガイドを務めていた。1807年には隊員のジョン・コルターが初の地史を残した。当時イエローストーン地域の報告は作り話だと思われた。1812年にロバート・スチュワートと5人の隊員がオレゴン州アストリアからの帰途、サウスパスを発見した。後のオレゴントレールがこの峠を通った。1850年、ジム・ブリッジャーが現在ブリッジャー峠と呼ばれるところを見つけ、1868年には最初の大陸横断鉄道であるユニオンパシフィック鉄道が、さらにその90年後には州間高速道路80号線が通った。ブリッジャーはまた、イエローストーン地域も探検して報告書を提出したが、コルターのものと同様、当時は大ボラだとみなされた。この地域は1865年までにワイオミングと呼ばれるようになった。オハイオ州選出アメリカ合衆国下院議員 J.M. アシュレイがワイオミング領土の暫定政府を作る法案を議会に提出した。ワイオミングという言葉は、マンシー族の言葉で、大きな川床を意味する、XWA-WANK が語源とされているが、1809年にトマス・キャンベルが表したし、ワイオミングのガートルードで有名になっていた、ペンシルベニア州のワイオミングバレーにちなんで名付けられた、ともされている。州東部のララミー砦に展示されている12ポンド、山岳りゅう弾砲1867年に、ユニオンパシフィック鉄道がシャヤンの町に到達した後、地域の人口は着実に増加を始め、連邦政府は1868年7月25日にワイオミング準州を設定した。南隣のコロラド州とは異なり、ワイオミングでは金や銀のような貴金属はほとんど発見されず、コロラドのような急速な人口増大も起こらなかった。ただし、1867年にカリッサ鉱山で金の産出を始めた後は、サウスパスシティで一時的なブームが起こった。さらに、シエラマドレ山脈とグランドエンキャンプメントに近い、スノーイー山脈の間などの地域では、銅が産出された。政府が講演したイエローストーン地域への探検が行われ、以前のコルターやブリッジャーの報告が真実であったことを証明した。このことで1872年に世界初の国立公園となるイエローストーン国立公園が作られた。この国立公園のほとんどすべての領域がワイオミング州北西部の中に入っている。1869年12月10日、準州知事ジョン・アレン・キャンベルが普通選挙法に署名して、法が成立し、投票権が女性に拡大された。これはアメリカ合衆国の州の中で初のことであった。ワイオミング州の政治の世界では、この後も女性にとって初のことが続いた。例えば1870年、ララミーでは女性が初めて陪審員を務めた。同年のララミーでは、メアリー・アトキンソンが女性初の定理となり、同年サウスパスシティでは、エスター・ホバート・モリスが女性初の治安判事になった。初の女性知事選出もワイオミング州であり、1925年就任のネリー・テイロー・ロスである。これら女性に与えられた権利のゆえに、ワイオミング州は平等の州というニックネームがある。ワイオミング州憲法には女性参政権も含まれ、また推理権に関する条項も新しかった。ワイオミングは1890年7月10日にアメリカ合衆国44番目の州に昇格した。1892年、ジョンソン軍戦争が起こった。これは牛の牧場主集団の間で争われたものだった。この話をもとにして1953年のシェーン、1980年の天国の門などの映画が制作された。連邦政府で成立したホームステッド法によって、小さな牧場主が大量に流入した。片方あるいは両方の集団が、ジョンソン軍の公有地の使用をめぐって、商売よりも暴力に訴えた時にこの、境界紛争が起こった。ワイオミング州の地形図。ワイオミング州は、北に、モンタナ州、東に、サウスダコタ州とネブラスカ州、南に、コロラド州、西に、ユタ州とアイダホ州と隣接している。SF 映画、未知との遭遇のロケ地として、有名になったデビルスタワーは、クルック郡、ムーアクロフト近郊に位置している。南州境は、北緯41度線、北州境は、北緯45度線、東州境は、西経104度3分線、西州境は111度3分線であり、ワイオミング州は隣接する州との境がすべて直線で引かれる3州の一つである。19世紀に宗教を定めるための測量が不正確だったために、法律上の宗教はこれら緯線や経線と最大 0.5 マイルずれている地点がある。特に北緯45度線の山岳部で著しい。面積 97,814 平方マイルを、包含する国内で10番目に大きな州であり、23郡で構成されている。州の北端から南端までは280マイルあり、東端から西端までは、南州境で360マイル、北州境で342マイルある。ワイオミング州は、グレートプレーンズとロッキー山脈が出会うところである。全体に大きな高原が広がり、多くの山脈によって仕切られている。標高は、州内最高峰である、ウィンドリバー山脈のガネット盆から、州の南東隅、ベルフーシェ川の標高3125フィートまで変化している。山脈の主なものとして、北西部には、アブサロカ、オールクリーク、グロスバント、ウィンドリバー山脈及びティトン山脈、北欧部には、ビッグホーン、北東部には、ブラックヒルズ、さらに南部には、ララミー、メディシンボー及び、シエラマドレ山脈がある。また、これらすべてが、ロッキー山脈の一部である。南中部のスノーイー山脈は、地質も外観もコロラド州のロッキー山脈の延長である。西中部のウィンドリバー山脈には、ガネット盆以外にも、標高13000フィートを超える山が40以上、ある。北中部のビッグホーン山脈は、ロッキー山脈とは、いくらか孤立している。北西部のティトン山脈は50マイルの長さがあり、その一部には、グランドティートン国立公園がある。この公園内には、ワイオミング州で、第2の高峰、グランドティートンがある。州の中央部を大陸分水海が、南北に貫いている。分水海より、東側の川は、ミズーリ川水系に流れ、最終的にメキシコ湾に注いでいる。州内には、ミズーリ川の支流として、ノースプラット、ウィンド、ビッグホーン、イエローストーンの各河川が流れている。スネーク川は、コロンビア川に合流して、太平洋に向かい、グリーン川は、コロラド川に合流して、同様に太平洋に注いでいる。州南中部で大陸分水界は分岐し、グレートディバイド盆地と呼ばれる地域を作っており、ここの水は地域内に止まって、どの多様にも流れていない。ワイオミング州全体が乾燥しているために、その水は単に土壌に染み込むか蒸発するだけである。ワイオミング州に源流があるかまたはを、州内通って流れる川としては、イエローストーン川、ビッグホーン川、グリーン川、パウダー川及びスネーク川がある。ワイオミング州は、通常は、年間降水量10インチ以下という乾燥した州と言われている。それゆえ州内の土地は農業にあまり適さず、その代わり放牧が、山麓地域などで普及している。オールドフェイスフルガイザーワイオミング州の国立公園と、国立公園局事務所の位置ワイオミング州の土地の 48% 以上がアメリカ合衆国政府に所有されており、その絶対値では国内6番目、比率では同5番目になっている。他に州政府が 6%、すなわち386万4800エーカーを所有している。国有地の大半は土地管理局と森林管理局の管理する国有林、国有草原であり、さらにシャヤン市の近くには F.E. ウォーレン空軍基地がある。またアメリカ合衆国国立公園局などの機関が管理する土地もある。以下はそのリストである。イエローストーン国立公園内のキャッスルガイザーの噴出ティトン山脈のパノラマ、グランドティトン国立公園のジャクソンホールから西を望む、州間高速道路80号線のユタ州との州境に立つ歓迎看板、ユインタ郡ワイオミング州の気候は、概して乾燥気候と大陸性気候であり、冬は他州に比べて乾燥し、温度差が大きい。これはその地形によるものである。夏は暖かく、7月の平均最高気温は、州の大半で華氏85度から華氏95度となる。しかし標高が高くなるとこの値は急速に降下し、標高9000フィート以上では華氏70度となる。夏の夜は州全体を通じて急速な冷却が起こり、最も暑い地方でも華氏50度ないし華氏60度まで低下する。州の大半では雨の大部分が晩春から初夏に降っている。冬は寒いが、極端に寒い期間があれば、間に穏やかな期間が入ることもあり、場所によっては、血のゆく風が吹いて異常に暖かくなることもある。ワイオミング州は乾燥した州であり、年間平均降水量は10インチ以下のところが多い。降水量は標高に依存しており、ビッグホーン盆地のような、低いところでは5インチないし8インチとなり、ほとんど砂漠の状態である。北部と、東部平原の標高が低い地域の降水量は10インチ、ないし12インチであり、亜乾燥気候となっている。山岳部では20インチ以上とかなりの降水量があり、さらに雪は年間200インチ以上積もることがある。州内の過去最高気温は1900年7月12日に、ベースンで記録された、華氏114度、過去最低気温は1933年2月9日に、リバーサイドで記録された華氏66度である。州内のどこでもその気候は、緯度、経度及び地形に影響されている。これらの要素を組み合わせると、東方に流れる気団によってもたらされる気流、温度変化、降水及び湿度の数多い組み合わせになる。冬は、州の上、あるいは北方を、ジェット気流が流れることが多く、強風が吹いて、寒気と降水をもたらす。これらは、州内のスキー場の雪にとってはなくてはならない条件である。夏には、ジェット気流が北のカナダの方へ北上し、気候は温暖で、観光客が訪れるシーズンは快適になる。標高6230フィートにあり、山脈に囲まれているジャクソン市では7月の最高気温が華氏80度となる。平均気温は、華氏65度程度である。ここに、最も近い国立気象観測所は、ウィンドリバー山脈の反対側にある標高4955フィートのリバートンであり、7月の気温はやや暖かい。雷雨の起こる日数は、州全体で変化が大きく、南東部平原では、発生日数が最も多い。晩春から初夏に雷雨が起こりやすい。州南東隅は、竜巻が最も起こりやすい地方である。州の西部では、竜巻の発生率が極端に小さくなる。竜巻は起こっても小さく短時間であるものが多く、州より東の地域とは異なっている。ワイオミング州の人口密度図アメリカ合衆国国勢調査局の2011年7月1日時点での推計によると、ワイオミング州の人口は568,158人となっており、2010年国勢調査時点よりも 0.80% 増加した。ワイオミング州の人口重心はナトロナ郡となっている。2005年時点、ワイオミング州は人口509,294人と推計され、前年より 3,407 人、すなわち 0.7% 増加し、2000年国勢調査より 15,512 人、すなわち 3.1% 増加した。これは、前回の国勢調査からの自然増 12,165 人、並びに、州内への移住者 4,035 人の増加が含まれている。アメリカ合衆国外からの移住は 2,264 人増加し、合衆国内部の移住者は 1,771 人増加した。2004年、外国生まれ人口は1万1000であった。2005年の出生数は 7,231 人、出生率は 14.04 だった。ワイオミング州は、アメリカ合衆国の州では、人口が最も少なく、人口密度では、アラスカ州に次いで、少ない方から第2位となっている。首都ワシントン DC より人口が少ない唯一の州でもある。米国の州の中で、最も自殺率が高く、2020年の時点で10万人あたり 25.8 人となっている。ワイオミング州の人種的構成は2000年国勢調査での申告による祖先の出身国で分けた人口構成はドイツ系、イギリス系、アイルランド系、アメリカ人、ノルウェー系、スウェーデン系となっている。ワイオミング州の住民は以下の宗教を信仰している。2000年にワイオミング州で最も多くの住民が信仰していた宗派はローマカトリック教会で 84,421 人が信仰していた。次いでモルモン教の 47,129 人、南部バプテスト連盟の 17,101 人と続いた。ワイオミング州の中でインディアンの保留地はフレモント郡のウィンドリバー居留地ただ一つである北アラパホー族の部族国旗東少々に遺族の部族国旗。肖像はワシャキー州長もともとシャヤン族やスー族など多くのインディアン部族が先住していたが19世紀に他州へと強制移住させられた。多くのインディアン部族が生活の糧としていたバッファローは19世紀にアメリカ連邦政府の西部インディアン絶滅政策で人為的に絶滅させられ食料自給の道を断たれたインディアン部族は、保留地への移住を余儀なくされた。ワイオミング州は、アメリカの大統領が、歴代初めて訪問した西部の州である。1883年夏、チェスター・A・アーサー大統領は、友人のほか、75人の騎兵隊兵士と175頭の牛馬を伴い、マス釣りと狩りのために、イエローストーン国立公園を訪ねるついでに、同州で白人と80年来の友好歴を持つ、少々に遺族のウィンドリバー居留地を訪れ、ワシャキー州長のもと、アラパホー族と少々に遺族の歓迎の儀式を受けた。ワシャキー州長は合衆国と和平を保ち続け、彼らの保留地内を、幌馬車の街道が通るのを許した。長年の白人への寄与から、彼らは、故郷のウィンド川流域に保留地を与えられたのである。そこで農業を要求されたワシャキーは、まずは、スー族を追い払ってくれと合衆国に依頼した。同州と周辺州にまたがるイエローストーン国立公園には現在、バッファローが多数繁殖飼育されているが、年次頭数制限が設けられており、定数を超えたバッファローは、白人管理官によって射殺駆逐されている。バッファローは渡りを行う動物であり、繁殖本能に従ってこの公園からモンタナ州の繁殖場へと移動する性質があるが、周辺の白人牧場主はあまり根拠のないブルセラ病の感染言説を盾に、州管理官と共に毎年渡りの時期になると、彼らの牧場へ迷い込む多数のバッファローを射殺している。周辺のインディアン部族や環境保護団体が激しく抗議運動を行う中、州ぐるみのこの屠殺はなお続行されている。一方、同州の東少ショーニー族は伝統としてのバッファロー狩りを長年にわたって要求し、現在では定数規制付きながらイエローストーン国立公園内でアラパホー族と共にこれを行っている。また現在、イエローストーン公園のこの余剰分のバッファローをインディアン部族が彼らの保留地に持ち帰り、バッファロー牧場として繁殖育成させる動きが広がっており、全米各地のインディアン保留地がこれを開設している。また、アメリカ合衆国では20世紀前半に、平原狼が白人牧場主による組織的な駆除によって絶滅させられたが、狼を神聖視する周辺のインディアン部族の粘り強い復活請願によって、1995年に同公園内へカナダの狼が再導入された。再導入された狼の管理育成は、アイダホ州のネペルセ族インディアンが要請を受け、これを行っている。狼の再導入に対しては、周辺の白人牧場主と州の反発が根強く、現在も係争中である。2005年3月、ワイオミング州のウィンドリバー居留地内で、北アラパホー族のウィンスロー・フライデーが、部族の伝統儀式、太陽の踊りのために、連邦の許可なく、白頭足を殺したとして逮捕された。2009年10月5日、米国地方裁判所ハンジ・アラン・ジョンソンは、このアラパホー族男性の刑事訴追を、アラパホー族の部族法廷に一任する裁定を、下した。これまでの事例なら、こういったインディアンの訴追は、連邦協定がどうあれ、白人の裁判所で扱われ、密漁の罪で裁かれるものである。ワシを殺したとして、インディアンが起訴されたワイオミング州でのこの一件は、インディアンが宗教儀式のためにワシを殺すことに、どこまで連邦政府が関与するのかという、インディアンの宗教の自由という観点から大論争となっている。現在、連邦政府から公認され、インディアン居留地を領有しているのは、以下の2部族のみ。両部族は、ウィンドリバー居留地に2部族まとめて、強制移住させられた。アメリカ連邦政府が公式認定している、インディアン部族ワイオミング州会議事堂、ワイオミング州憲法により、行政府、立法府、及び司法府の三権分立を定めている。ワイオミング州議会は、定数60人の下院と、同30人の上院の両院制である。行政府の長が、州知事であり、他に、州務務長官、監査官、財務官、公共教育監督官がいる。副知事はいない。州知事が、執務不能になった時は、州務務長官が、小計順位第1位になっている。州の人口が少ないために、アメリカ合衆国下院には一人の議員しか送り出していない。また大統領選挙の選挙人数も3人である。人口が少ないゆえに大統領選挙では実質的に大きな影響力を持っているということもできる。例えば、モンタナ州は2000年の人口は90万2195人であり、ワイオミング州は49万3782人だったが、選挙人数は同じだった。ワイオミング州はアルコール飲料を規制している。州裁判所の頂点は最高裁判所であり、下級裁判所から上がる控訴案件を5人の判事が裁いている。他の州とは異なり、中間の控訴裁判所がない。これは、州人口が少ないことに起因し、それに比例して、訴訟案件も少ない。地区裁判所からの控訴案件は直接、最高裁判所に行く。制限付き案件では、州の巡回裁判所があり、少額の金が絡む、民事事件、軽犯罪、及び、重罪の罪状認否のような特定案件を扱う。巡回裁判所判事は、小さな事件も審問する。州の判事はすべて、司法指名委員会によって指名され、知事によって任命される。その後有権者の審査を受ける。ワイオミング州の政治史は、簡単に分類できない。ワイオミング州は初めて女性に選挙権を認め、初の女性知事を選出した。一方で、1960年代と1970年代には、連邦政府の役職者として、著名な民主党員を選出してきたが、1980年代から、決定的に保守的になり、共和党が、州議会を支配するようになってきた。今日、2人のアメリカ合衆国上院議員と1人の下院議員はすべて共和党員である。1964年以降のアメリカ合衆国大統領選挙では民主党候補を選んでいない。ワイオミング州が州に昇格して以来民主党候補を選んだのはこの1964年を含めても5回きりである。現在民主党寄りの軍といえば裕福なティトン軍とカレッジの軍である、オールバニ軍の2軍である。2004年大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが、得票総数の 69% を獲得して、ブッシュとしては2番目の大勝州となった。元、副大統領、ディック・チェイニーは、ワイオミング州住人であり、1979年から1989年まで、連邦下院議員を務めていた。現在州のレベルで共和党の優位が揺らいでいる。1936年以来州上院では多数党を維持しており、下院では1964年以降多数を維持してきた。しかし、民主党は1975年以降、8年間を除いて州知事を維持している。ワイオミング州は民主党員のネリー・テイロー・ロスをアメリカ州で初の女性知事に選んだ。ロスは、前職の夫が急死した後の特別選挙で当選し、1925年から1927年まで知事を務めた。ワイオミング州には23の郡がある。州内郡の配置図2005年時点で州民の 52.4% は上位5郡に住んでいる。シャイアン市、キャスパー市、ララミー市、ワイオミング州には98の市長が存在する。以下の表は、国勢調査局による人口だが、いわゆる都市圏での人口統計ではない。また、2013年現在、地域人口だけでなく、都市圏人口で10万人を超える都市も存在していない、唯一の州である。2005年時点で州民の 50.6% は、上位13都市に住んでいる。アメリカ合衆国国勢調査局は、州内で2つの大都市圏と7つの小都市圏を指定している。2008年時点で州民の 30.4% は大都市圏のどれかに住み、73% は大都市圏が小都市圏のどれかに住んでいる。ユインタ郡のウィンドファーム2005年のアメリカ合衆国商務省経済分析局報告書によると、ワイオミング州の州生産高は274億ドルだった。一人当たりの収入は2004年に 34,306 米ドルだった。2010年のワイオミング州の失業率は合衆国平均よりは低い 7.6% だった。ワイオミング州の経済の構成要素は他の州のそれらよりも著しく異なっている。工業及び観光業がワイオミング州経済を支える主要推進力である。ワイオミング州の土地は、その 6% が州によって管理されているのに対して、連邦政府が広大な土地の 50% を所有している。2001年のワイオミング州内の工業生産高の総課税評価額は67億米ドルだった。観光業は20億米ドルを超える収入をもたらしている。2002年、600万人以上の人々がワイオミング州の国立公園及びモニュメントを訪れた。ワイオミング州内の鍵となる観光地は、グランドティートン国立公園、イエローストーン国立公園、デビルスタワー国定公園、インデペンデンスロック及び、フォッシルビュート国定公園が含まれる。毎年、世界初の国立公園である、イエローストーン国立公園は300万人もの観光客を受け入れている。歴史的に、農業は、ワイオミング州経済の重要な構成要素である。ワイオミング州経済における農業の重要度は落ちてきている。しかしながら、農業は今でもワイオミング州の文化並びに生活様式に欠くことのできない存在である。ワイオミング州内で生産されている主要な農産物は家畜、干し草、天菜、穀物、並びに羊毛がある。ワイオミング州の土地の 91% 以上は田園部に分類される。ワイオミング州の鉱山ロッキー山脈のウィンドリバー山脈のすぐ西にある天然ガスの掘削リグワイオミング州の工業生産物としては石炭、天然ガス、炭素メタン、原油、ウラン及びトロナである。ワイオミング州は他州とは異なり個人や企業に所得税を課していない。さらに退職後の収入や他州で得た収入にも課税していない。消費税は 4% である。軍の単位で、有権者が承認した場合に、一般歳入のために 1%、さらに特別目的のために 1% を上乗せできる。住民が消費する食料には、消費税を課さない。またにないし 5% の宿泊税が課される。他州で購入され州内に持ち込まれた物品には、使用税 5% が課される。資産税は、資産評価額に基づいて課税され、州の歳入省のアドバロレム課税部が、地方で評価された資産の均一な評価、査定及び徴収を行うために、州政府の地方機関を支援し、訓練し、指導している。評価額は課税される価格を意味し、課税価値は、特定階級における資産の市場価値に対する比率を意味している。州法で、資産税の増加率を規制している。軍の税収の場合、資産税は評価額の 1.2% を超えてはならない。都市や町の場合、この上限は 0.8% である。ごく少数の例外を除いて、州法はあらゆる政策目的に対しても資産税の税率を制限している。個人が私有する資産は免税である。転売目的の棚卸資産、公害対策装置、現金、売掛金勘定、株式及び債券も免税である。その他免税項目として、宗教、教育、慈善、共済組合、寄付金、政府利用のための資産、及び身体障害者のための改良施設がある。鉱物は、資産税がかからないが、企業は、総生産税と生産した時の分離税を払わなければならない。鉱山の地下にある最高装置は非課税である。相続税は徴収されない。連邦政府の遺産税が段階的廃止されているので、ワイオミング州の遺産税は2005年に死んだ人の遺産には課されなかった。連邦政府の遺産税の徴収に関連した制限付き遺産税がある。2008年、シンクタンクのタックスファンデーションは、ワイオミング州を50州の中で、最も企業に優しい税体系の州に位置づけた。州と地方の政府が、石油、ガス産業から徴収した税額は、2007、会計年度で22億4200万米ドルだった。石油、ガス及び、石炭の鉱業では、2006年の生産量に応じて13億米ドルの資産税が徴収された。ワイオミング州の道路図州内最大の空港は、ジャクソンホール空港であり、500人以上の従業員を抱えている。3本の州間高速道路と13本のアメリカ国道が州内を通っている。さらに、ワイオミング州道がこれを補っている。州間高速道路25号線は、シャイアンの南部で州内に入り、北に向かって、シャイアンで、州間高速道路80号線と交差している。さらに、キャスパーを過ぎ、バッファローの近くの州間高速道路90号線で、止まっている。州間高速道路80号線は、エバンストンの西で、ユタ州から入り、州南部を抜けて、東に向かい、シャイアンを抜けた後、パインブラフス近くで、ネブラスカ州に入る。州間高速道路90号線はパークマン近くで、州内に入り、州北部を横切っている。さらにジレットを通って、サンダンスの東で、サウスダコタ州に入る。州内を通るアメリカ国道としては、14号線、16号線、18号線、20号線、26号線、30号線、85号線、87号線、89号線、189号線、191号線、212号線、及び287号線がある。ワイオミング州は、サウスダコタ州とともに、大陸アメリカ合衆国では、アムトラックの鉄道線が通っていない数少ない州の一つである。ワイオミング州の公共教育は選挙で選ばれる州の公共教育監督官が管理している。教育政策は知事が指名する9人の委員からなる州の教育委員会で設定される。州憲法は州がカリキュラムを設定したり教科書を選定することを禁じている。これらの業務は地方教育委員会の専権事項である。ワイオミング州ろう学校は、ろう者生徒を支援するための唯一の学校だったが、2000年夏に閉校された。ワイオミング州は、他の州に比べて、高等教育機関が少なく、4年制の総合大学が1校しかない州として有名。また8校のコミュニティカレッジがある。2006年に新法が成立する以前、州内には、非認証大学があり、その多くはディプロマミルと考えられていた。2006年の新法では、非認証大学が3つの選択肢から1つを選ぶことを強制している。すなわち、州内から出ていく、閉校する、あるいは認証を申請するのいずれかである。オレゴン州学位認証局は、数年のうちに、ワイオミング州のディプロマミル問題は解消されると予測している。州歌、インディアン、ペイントブラシ2006年12月31日をもって提携を解消した。ありがとうございます。